て、うんうん、あ、そう楽しそうだなと思って、うん、うちのこういうのどうって言ってみたの。でも、うんうん、主人は主人で球団に所属してるし、あ、一緒に YouTube とかね、あ、そうそう、あのシーズン中はもちろんそういうの考えて、うんうんうん、うちの場合は考えてなくて、うん、ただオフシーズンとかさ、なんかたまにはこういうのを、ね、球団に確認したらなんかそのしっかりは出られないらしいんだけど、うん、家族として存在してるくらいだったら大丈夫らしい。あ、だからこう旦那ですみたいなことじゃなくてねそうそうそう、旅行に行って自然だもんね、お父さんがそこにいる、そうそうそう、うんうんうん、家族なんだからそれは別に普通の方だからいいと思うって言って、ね、うん、でもそうだよね、野球してるところはテレビで流されるけど、うん、そうスポーツ選手って普段の時ってあんまり見ないもんね。見ないよね、うんうんうん、テレビとかで。そうだね、特に内容なくてもずっと喋ってられるもんね、うんうん、中華食べてるだけで面白いんだから町中華ね、そう町中華ね、食べた食べた、うん、うちもすごい自分で言ったら仲はいいんだけど、うん、主人が結構寡黙で、でもそれもなんか見ててなんかいいけどね、別になんかすごい喋るのは全ていいわけじゃなくてさ、なんかその寡黙な旦那さんとコンコンっていうそのなんか日常が見れるっていうのがいいんじゃない、あ、こんな感じなんだみたいな、別に寡黙だからってなんだその旦那さんのイメージが悪くなるなんてことももちろんないじゃん、明るいお父さんもいれば寡黙なお父さんもいるし、うん、いろんなお父さんがいるから別になんかどこかにハマる必要もないじゃん、あ、そうか、そうだね、うん、ナチュラルにいてくれればいいっていうかさ、じゃない、そっか、なんかもっといっぱい喋ってほしいなと思ってて、それにはどうしたらいいんだろうと思ってたんだけど、うんうん、質問攻めじゃない、そうだね、うん、質問攻めか、そうだね、向こうから話さないのに聞くしかないね、そうだね、そうそう、今日はどんな気持ちですかって答えづらいな、質問がお気持ちを聞かれるの、気持ちですか、うん、女性の方がバッて話さない、話すね、うちもほとんど私が喋ってるよ、そうだよね、うん、なんかそうすると申し訳なくなって私がバーって話して、うん、9対1、うん、10対0って言うのいや、そこでなんかこう、どう思うとか、あー、そっかそっか、そう、聞けば、9-1ぐらいになるんだよ、そうだね、うんうん、なるほどえ、もう YouTube では出てるの、旦那さんとかは結構見切れてるぐらい、あ、見切れてるぐらい、声で出てたり、あー、うんうんうん、そう、ちょこちょこ映ってるけど、うんうん、まあ、シーズンになればまたちょっと変わるかな、なんかそうだよね、自然と出かけるところも多くなったりするだろうし、うんうん、シーズン中はあんまり家にいないことも多いし、うん、シーズンはもうちょっと見切れるかもしれない、まあ、見切れて楽しみに待っとくわ、あとそのやっぱり3人さ、うんうん、出てて爆発しそうになることがあるんだけど、あるどう処理してる、どう処理してる、え、どういう気持ちで爆発しそうになるの、2パターンあるか、何教えて、一つは、うん、子供たちもうとにかくずっとにぎやかだ、うん、あー、わかる、うん、一人にしてほしい、あー、あるよあるよ、しかも専業主婦の時間も多いじゃない、うんうん、だから余計なんかその向き合う時間も多いよね、あ、そうだね、しかも5歳一番上が5歳だから、うん、その家にいる時間も長いじゃん、保育園幼稚園に行ってるんだよね今ね、上の子が、うん、今年中さん年少さんで行ってる、あ、じゃあ2人はいなくなるのね、時間になったら、そうだよ、下の子はずっと見てるし、そうだよね、今もう1歳だからさ、うん、トイレ行ってもトイレの存在このパン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 、分かる、閉めないトイレなんかも、閉めない、うん、閉めない、だって子供と明かしでしょ、閉めない閉めない、開けたらもう入ってくるよ、うん、だって入ってきたのに、そういいじゃない、はーいだよママここだよトイレだよだよとは閉めない、なんか、うん、共存しちゃえばいいの、そう、いやこれ旦那さんに見られるのとかは嫌だけど、別に子供にがこう勝手に入ってくる分にはほら、おいでって言ってるわけじゃないしさ、そうだよ、逆にそのトイレだけでもいいから一瞬一人になりたいみたいな時でもバンバンバンって来てるから、確かにね、無音の状態がなくて、うんうん、お昼寝の時間ぐらいじゃない、ああ、そうだね、お昼寝の時ぐらいか、うん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 、
うちはだからもう3人全員いたらさ、夏休みとかずっと兄弟喧嘩してるからどう収めるの、収まらないよね、うるさいみたいな、ね、うん、そんなに喧嘩するんだったら上と下で生活してくださいみたいななるほど、なんかまあ大丈夫とかやってもそんなんでもう収まる年頃じゃないっていうかなんかもう本当に自分もさ4人兄弟でさ、あ、その喧嘩やってたわっていうさ、ソファーのここから出てこないでとかさ、うんうん、ソファーのここからさちょっと出すみたいなさ出てるっていうのをずっとやってるからさ、やってる、そうそうそう、あれすっごい嫌だよね、もう耳が本当にぶっ壊れそうになるよね、そう、もうしょうもないことでさ、うん、足が当たってってそうちゃんと座るなって、ちゃんと座るが当たらないからみたいな、うん、喧嘩したら今うち結構話そうとしてるんだけど、うんうんうん、こっちのテーブルとこっちのテーブルでやったら、うんうんうん、したら届かないから大丈夫だよみたいな、うんうん、でもそこでやるんだよ、絶対そこでやりたがらない、そこでやりたがるミキちゃんだったらなんて言う、でもうちは結構もう5歳と3歳ぐらいだったらリビングから出して2人で話し合ってくださいっていうどっちが悪かったのか話し合って伝えに来てくださいっていう、うん、なるほどね、うん、でもちょっと聞いたらそっちが悪いんだよとかって言いながら、でも最後はまとめないとさ、うんうん、リビングに入ってこれないから、うん、まとめてじゃあはいあなたからどうぞって言って、あ、話させるんだ、その話させる、私はこれが悪かったと思いますみたいな、じゃあどうしたらいいのって言ったらこうやって仲良くしようと思いますみたいな言って、うん、はいじゃああなたどう思いますかみたいな、僕はこうしたのが悪かったと思うからこうしたいと思いますみたいな、うん、じゃあ仲良くできるんですねみたいな聞いて、できますみたいな、なるほどね、じゃあどうぞそうか、いやそれでも子育てっていう面では大事だよね、なんかさそうどっちが悪いっていうのってあんまりないじゃん、どっちも悪いじゃん大体さ、うん、そう疲れる、あとなんかさテレビつけててもさ、うん、アニメとかばっかり見られてるのも辛くない？そう、うん、そう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 、人が見たいみたいな時ない？人間が見たいみたいな。で、あの人たち永遠と同じの見てるじゃん。もうそれ何週目ですかっていうやつとか見てるじゃん。そう、そう、そう。夏休みとかは本当に地獄だから、うん、まあ、うちはさもう結構大きくなってきてるから、まあ、下は2歳半だけど、うん、はい、ママの番です。見たよね、見たよね、何々見たよね、ママ何にも見てない、ママの時間ですって言って、だから私はなんかこう自分が母親っていうよりもなんか兄弟ぐらいの感じで、あ、うん、とかもう本当に辛い時はママが選んだのを見てくださいって言って、うんうんうん、そのアニメでも何でもいいから私が選んだやつ、うん、で選ばせるとさ喧嘩するじゃん、これ見たい、それは見たくない、うんうん、でなんか見たじゃんさ言い出すから、はいママが選びますって言って文句言わないでくださいみたいな、これが見たくない人は見なくていいからみたいな、それが一番無事に収まるよね、そうだからうちすっごい映画も見てるよ、あ本当、うん、だからバックトゥーザフューチャーとかも見てるし、マスクとかも見てるし、イエスマンとかも見てるしでも結構そうだよね、大人がこれってつけて、そう結構意外とそう見れるのよ、だから金曜ロードショーみたいなのとかもさすごい見るじゃん、うんうん、つけられたら見れるのよ、そうだよね、だから映画見てどうだったっつって感想聞いてあげるの大事だね、うん、とか一緒にうわすごいとかって言ってたら全然平気で見てくる、そういやこれちょっとなんか世のママさんたちにさ絶対いっぱいいるじゃない、うん、その子供向け番組ばっかりで、うん、楽しめてないっていうね、そうそうそう、その静かになったりするのは助かるんだけどね、そうそうそう、うん、でもずっとなんか大人の声が欲しいわかる、いやもう私はね本当人間が出てるのが見たいって言ってたまにもうリクエストとしては何でもいいけど人間のやつにしてって言ってアニメはダメ、今もう散々見たから人間にしてお願いそうね、人間にしてほしい、なんとかなんとかスパークルとかもずっとスパークルわかる、人間に欲しくなるよね、欲しくなる、あとせめてなんか新しい作品であってほしい、なんかこう話もこのあとこうなるなっていうホラーなんだみたいなさ、ほら、ね、何週も見てるからそうだね、うん、だすごいなんか子供に寄り添ってあげてるんだなって思う、だから私全然寄り添ってないんだなって思うもん本当に違う違う、いやもうだって疲れちゃうもん、今はもう大きいから、うん、ママはいないものだと思ってくださいっていう時間あるもんミキちゃんの話聞いてると、うん、本当にその方が人として育つんだろうなっていうのがすごいあるから、うん、自分力みたいなね、自分で生きる力みたいなそれ大
大事じゃない、これから、うちももちろん学力とかも、まあ、ある種生きていく中で必要なものでもあると思うから、それなりに持っててほしいなとかあるけど、一番はさ、やっぱりなんかその自分も大事にしたり、そうだね、人を大事にしたり、いろんなことに負けないで育っていく、あ、そうだね、大事だよね、それはね、それありきでの、まあ、学力だったりね、いろんなことだもんね、なるべく子供の自己肯定感を伸ばしてあげたいとか、なんか難しいよね、自己肯定感って何って感じも私は、ね、どうやって伸びるの、なんかそれも、なんかいろんなさ、私も動画とか見て学んだ限りだと、さっきの主婦の話じゃないけど、一回受け入れてあげる、どうか辛かった、痛かったんだね、じゃあ次こうしようねって言ってあげるのがいいとか、でも今のみきちゃんの聞いてると、話し合わせて自分たちで決めとか、あ、そうだね、決めさせるとか、結構だから自分で決めさせることが多いかも、じゃあ自分で決めてとかって、宿題何時からやるの、自分で決めてみたいな、自分で言ったんだから責任持ちだよみたいな、それがいいらしいよね、あ、そうなんだ、あと何分で帰るよとかも自分で、じゃあと何分遊ぶって言って、時間を決めさせて、はい、じゃあタイマー、へい、シリあと3分で教えてって言ってた、グーグーの次、シリだで、あ、3分経ったよ、3分経ったもんね、帰るよみたいな、自分で決めさせるのがやっぱり大事だし、いいんだ、へえ、よかったじゃん、でもまだ上が5歳だからね、やっとなんかそういうのが自分で決めれるようにもなってきてる感じじゃない、1歳2歳はやっぱり3歳ぐらいからなんかちょっとね、やっぱ幼稚園入るのって大体3歳ぐらいじゃん、だからそれくらいになるとちょっと言うことが聞けるようになってくるんだな、だから幼稚園に入るんだなってちょっと思ってる感じ、そうだね、なんか座ってなんか工作しましょう、ここに乗りつけますよとかって聞けるのが3歳からなんだなって思うよね、そうだね、もおまめちゃんはさ、2歳だとイヤイヤ期、イヤイヤ期、イヤイヤ期どう、イヤイヤ期だけど、でも一時うわーみたいな時あるけど、あんまりもうそんなに相手してないかも、イヤイヤ期ほっとくってこと、そう、なんかさ、ほらイヤイヤ期ってさ、なんかこう、これが嫌だからこうしてほしいだったらわかるけどさ、どれも嫌な時あるじゃん、これも嫌、じゃあこうする、こうする、こうする、もう全部嫌な時あるじゃん、あれはもう全部やったけど、もうどれも嫌だったらどうぞ泣いてくださいみたいな、気が済むまでどうぞみたいな、気が済んだらちょっとこっちおいでみたいな、そうだね、だからもうだって抱っこするって言っても、いやーみたいなさ、あるあるある、あ、もう抱っこがダメだったらもうしょうがないですねみたいな、じゃあみたいな、みんなよく悩むじゃない、2歳前後がイヤイヤ期だって、そうだね、でうちも思えば今3歳の長男が2歳の時、それこそもう車から降りたくないとか、あともう玄関入りたくない、で抱っこやだ何やだお菓子もやだ、そう全部嫌なんだよね、わかる、お菓子抱っこが最後の手じゃないそれまでもなんとか歩かせようとか自分で、じゃあ帰って手洗ったらこれ見よっか、やろうか、でもそれもダメだったら、もうじゃあ帰ってお菓子食べようって、もう最終手段なわけさ、もうダメだよね、それでもダメだよね、そう、知ってんだよね、向こうも最終手段出してきたのみたいな2歳児も分かってんだよ、出た出たみたいな、分かってんだね、分かってんだよきっと、あれ最後の手打ってきた、だっこっておかしいでしょ、うん、ここでもめげない俺みたいなどうしてたの、いや、その時にもう近所迷惑だから、とりあえずもう家まで抱えたけど、だっこもさせたのもあって、もう必死まで分かる、顔とかでもうバンバン当たるしさ、とりあえず玄関で靴だけ脱がせて、あ、でもうちもそれでもうほっとくよね、だって何やってもダメなんだもんね、気が済むまで確かに泣かせてたかもしれない、で、ちょっとなんか泣き疲れた頃に落ち着いた、泣いてる時にギャンギャンって怒っちゃうから、まあもうこうやってちょっときつく言ってごめんねって、でもこうやったら困るからこうしようねって言ったら、あー可愛い、あー想像つく、想像つくでしょ、あれ何なんだろうね、うちらもやったんだろうねとは思うけど、記憶ないからさ、そうだね、記憶ないから、人の迷惑にならないとこまで来たら、そこでちょっと気が済むまでもう泣いてもらった方がいいのかな、そうだと思うよ、何やってもダメな時、ね、何やってもダメな時はもう何やってもダメなんだ、そうだね、今の聞いたら多分すごい楽になるママさんで入ると思う本当に、あとはもう何、あの外の人とかにはすいません、ちょっと泣いてるもんで
何やってもダメ、抱っこもダメなんですってさ場所によるけどね、場所によるけど、うん、でもそうね、なんか日本人ってさ、うん、すいません迷惑かけてってなるけど、もうちょっと理解してもらえるように説明した方がいいのかな。そうだね、あとなんかまあもう親が謝って済む問題はなんか謝りますとか、ね、すいませんすいませんみたいな、ご迷惑すいません泣いてうるさくてすいませんみたいな、うんうん、そんなみーちゃんがさ、ちょっとメールときとかないの？私自分のことで悩むこともないし、メールことはないのよ、もう。本当？うん、ない。自分のことでってあるの？本当だね。じゃあ自分のことでってなくないね。あ、なんかこうやって、うん、怒っちゃった、こうだったっていっぱいいっぱいになっちゃったら、キャパシティちっちゃいなっていうへこみがある。もうそういう時はどうしたらいいの？でも、もうさ、だって怒ったんだからしょうがなくなった次は気をつけようしかないよね。とか、あとはうちはすごい怒りすぎちゃったなって時はちゃんと子供にも謝る、うん、っていうのぐらいかな。本当に大変だなって思うのは、10歳の長男が小5だからさ、いい感じにもう思春期、そういうこと聞かないっていうか、私の言うこと聞かないみたいな。そう、うん、どうすんの？だからそれがちょっとムカつくのが、そんなにすごいママはいいみたいな感じで言うくせに、なな手つなごうみたいな時あるわけ。かわいい。そう、人の子だとかわいいでしょ、でも自分の子だとえどっちみたいなさ。あ、そうかそうか。なんかさっきまでそのテンションで来られたのに、なんか急になんか手つなごうとかって言われてもみたいなさ、浮き沈みが今激しい時期よね。うん、なんかこう自分のなんかできてないこととか嫌なこととかをこうじゃないとかって言われたらすごい嫌だけど、うん、本当は甘えたいみたいな。そうだね、まあ、甘えてるからこそ文句も言うみたいなところはあるんだろうけど。じゃあそのちょっと反抗期迎えた息子くんに、トラちゃんにどうして一通り親として私はこう言うべきこととかやるべきことはやるけど、それでも言うこと聞かないときはほっとく。ほっとく。だってもうやっぱりほっとく。じゃあ自分でやってみたいな。なるほどね、うん、ママはこうやって言ったよ、こうがいいんじゃないっていう提案もしたよ、もうこれ以上ないから自分でやってみたいな。自分でやらせるのが大事なんだね。うん、何歳になっても、まあそこに促してあげるのは、うん、そうだね。そうそう、なんか全てを自分でとか自分で考えるのはやっぱりまだ5年生でも無理だから、うん、なんかこう何パターンか提案はするけど、それに当てはまらないんだったらもう無理じゃん。そう、そう、じゃあもうフリースタイルでみたいな感じだよね。そうそうそう、それでいいんだな自分で考えさせて、うん、その方が人としてもっと育っていくと思う。いやだからなんかいい意味で本当小さい時ってさ、小さい時っていうのもさ、なんか小学校とかさ、まあ、中学校もそうだけどさ、なんか学生の時代ってさ、自分の選択が失敗するってことは全然いいと思うし、大人になると失敗ってもう取り戻すの大変だったりするじゃん。だからその失敗するチャンスだなとも思ってるわけ。だからいっぱい失敗して、例えばまあ小学校になるともうテスト勉強しなくて全然じゃあ点数取れませんでしたっていうのも一つ失敗じゃん。でもそこで頑張るって思うタイプなのか思わないタイプなのかっていうのもその子次第っちゃその子次第だよね。でもこっちは親として促すよ、何日テストだからやらなきゃいけないんじゃないのとかって言うけど、もう言ったよねっていうさ、そうね、手持ってこうやってやらせるわけにはいかないから、あ、そっちじゃない人生を歩むタイプなんだって思うしかないそうか、うん、そうね、親ができるとこってそこまでだもんね。そう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 、なんかね、それこそ勉強だけが幸せでもないだろうし、必要なこともいっぱいあるだろうし、うん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 、得意不得意もあるだろうし、うん、っていうので、それかな今の悩みは。なんか自分が頑張ってもどうしようもできないっていうのが、うん、歯がゆいし辛いかも、小学校になってくると。そうだね、うん、だから友達付き合いもさ、ほら幼稚園とかだと先生と親とがこう話し合って、うん、なんとかくんこうでしたとか、うんうん、っていうのができるじゃない。でも小学校行くと本当に自分で頑張っていかなきゃいけないから、確かに、アドバイスはするよ。なんか例えば嫌なことされたら、じゃあこうだからこうなんじゃないとかってアドバイスはできるけど、それをやるかやらないかも本人だからさ。そうか、友達のなんかトラブルとかあっても、うん、親は基本、あ、そうだね。だから先生はもちろん学校にいるからさ、学校で起きたことは先生がもちろん見て話し合わせたりとか、なんかこう事情聴取みたいなのをしてくれるけど、なんか親がさ、じゃあその子にこうやって言いなさいとかっていう感じじゃないじゃん、もう、うん
思うんですけどね、うんうんうん、友達事情の話を聞いて、うん、どうアドバイスするの？うまくいってないとか嫌なことされたとかは、うちの旦那さんはもう本当に優しいっていうか、うん、もうじゃあそれ嫌なことされたなら、まずお前はそれを絶対他の人にしちゃダメだよね、だって嫌なことだって思ったんだから、その嫌なことを人にしちゃダメだよってまず言うし、そうでしょ。そのいつも嫌なことする子がずっと嫌いかっていうのは別じゃない。だから別にこの子とずっと一緒にいなくてもいいんだよ。うん、そうだね。他にもお友達いっぱいいるんだよ。でもその子と遊びたいなら俺はもう遊ばないって決める必要もないんだよみたいな。あ、うん、なんか自分たちの学生時代振り返ってもすっごい喧嘩した人と卒業間際ずっと一緒にいたりとかさ、うん、だからなんかこう、うん、じゃあもうその子と遊ぶんじゃないとかっていうよりも、この人と一緒にいなくてもいいし、いてもいいんだよ、その時の気持ちで。別に友達は一人じゃないから、うん、嫌だったら一緒にいなくてもいいし、うん、でもね楽しくなって一緒にいたい時も来るからみたいな、ね、どっちも言っとくとなんかこう、うんうん、感情がどっちに行ってもいいようにしてあげるっていうのはなんか心がけてる気がする。そうね、今は一緒にいなくていいって言ったら楽になるし、あ、そうだね、そうそうそう、まあ、時が過ぎてまた仲いい時が来たら仲良くなればいいし、うんうん、そういうもんだもんね。そうだね、そうそうそう、うん、ちょっと小学校とか入ったらさ、そういうのも出てくるかもしれないから、うん、ねえ、思い出す今のミキちゃんのことが。ちょっと遊びに来て、そして遊びに行くわ、うん、もう遊びに来て行くし、ちょっとでも今日はそうね、いろんなアドバイスアドバイスなってるのかは微妙ですけど、ミキティメソッドね、メソッド、はい、ストロングスタイルでね、ストロングスタイルね、うん、これから子育てもそうだね、楽しく永遠に悩みだよ、もう子育てなんて。きっとね、もうどんどん出てくるね、どんどん出てくるから、なんか一つ一つにすごい悩んでてもしょうがないのかなとも思うよね。そう思う、うん、そう思う、本当に。まあこういう時もあるってはできるか。そうだね、じゃあそれ解決するにはどうするかって進むかしかない、ね、そうだね、そうよそうよ、すごい今噛み締めてます、噛み締めてます、コンさんが噛み締めてます。お兄ちゃんと会ったらなんかちょっとこれからもうちょっと楽しく、うん、過ごせそう人生にミキティメソッドのスパイスを加えていや、あの天気にちょっとミキティメソッド欲しくなるからね、またぜひぜひ本当に会おう、本当に東京も来る機会も来るあるってことだよね、たまにね、うんうん、本当に子供を連れてきても遊ぼう、来て来て、本当に、うん、嬉しい、なんか旦那さんも一緒に来たらいいじゃん、うん、うちの旦那さんが喋れなくなるかも、野球好きだから。え、そうなの？野球好きだよ。あ、そうかそうか。うちの旦那さんも多分この壁は何にしますか。聞いて聞いて。聞いて聞いて。次に行かせてもらいたいなと思います。私も行きます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。